私の手錠はおもちゃじゃないわ。お昼ご飯一緒に食べてもいいの？まずはあなたたちを知ることね。他の連中は旅を続けているはずだ。ずいぶんと長居したな。突然倒れてきた木に押しつぶされたりしただけだ。王子様には見せるべきではないな。史上の栄光と思うがよいぞ。日傘としても雨傘としても使えないみたいだ。怖いなら早く隠れろ。冥界の居住の件は事実だろう。取引の決まりは契約。